平野賞に影響された椎名林檎の新しい髪型、その舞台裏を明かす意外なインスピレーションの源とはミュージックステーションで明かされた椎名林檎の金髪ショートの秘密椎名林檎が金髪ショートにした理由は実はナンバーアンダーラインアイの平野賞を意識したものだった彼女が19日にテレビ朝日系のミュージックステーション3時間半スペシャルに出演した際 その髪型の秘密を明かした。シーナは、平野の髪型を参考にし、もちろん踊りたい気持ちはあるけれど、まずは形から入ろうと思ったと語った。この一言に平野は驚き、えマジすかと声を上げた。サングラスをかけたシーナは、さらに、メガネはタモリさんを意識してと続け、スタジオ内は笑いに包まれた。この日のトークコーナーでは、 ゲスト同士の交流も見られた。シーナは自身のパートナーで映像ディレクターの児玉雄一氏がナンンバーーアダランアイのデビュー曲「GOAT」のミュージックビデオを手掛けたことに感謝の意を示した平野、神宮寺勇太、岸雄太の3人は心身とお辞儀をしこちらこそありがとうございましたお世話になりましたと依頼た平野は児玉監督について本当に少年のような方で 僕たちに目線を合わせてコミュニケーションを取ってくださったおかげでこういう素敵なミュージックビデオができまして本当に助かりましたと述べさらにお家に遊びに行かせてくださいとお願いしたこれに対して椎名はぜひ曲のご用命もとノリノリで応じ平野は満面の笑みを浮かべたさらに新しい学校のリーダーズのみじは 10年以上前に三代目 J ソウルブラザーズの ELLY と撮った2ショットを公開し、そのエピソードを語った。ミジューが12歳頃に撮ったもので、ダンサーをバリバリやっていた頃にダンスのショーに出ていて、ELLY が見に来られていたので声をかけさせていただきましたと振り返った。ELLY は、本当に昔のことなんですけど僕がダンスの先生をやっていて、三代目に入るときに辞めたんですけど、 まさかこの時写真撮ってた子がこんな世界で活躍してるなんてと感慨深げに語った。いつも裏では会っていたが、全然話しかけてこなくてと明かし、終わったら一緒に写真撮ろうと提案した。ニュースの増田隆久も未獣と共通点があると語り、同じ中学校なんですよね。なので、一緒に給食を食べたりしてと話したが、未獣は違いますよ。十二個くらい上ですからと即否定し、 マ田ダは、十二個上ですか僕ととぼけて笑いを誘った。大 CE の花村聡太は、デビュー前に三代目 J ・ソウル・ブラザーズの今市隆二と毎日のように一緒にボーカルレッスンをした思い出話を語った。今市は、ちょっと生意気だったんですけど、歌がうまかったので、いつか世に出てくるな思っていましたと回想し、花村は恐縮していた。また、 第 c e の和田ハヤテは中学生時代に三代目 J ・ソウル・ブラザーズの直人からダンスを習っていたことを打ち明け、18歳頃に久々に直人と再会したときに撮った2ショットを公開した。直人は和田の印象を、本当に真面目な生徒でと振り返り、1対1のレッスンが多かったので、レッスン終わりに銀座線に乗って一緒に帰ったよね、と懐かしいんだ。シーナリン檎がこの特別番組に出演したのは、 その多彩な才能と個性的なスタイルで常に注目を浴びているからだ。彼女の音楽やファッションに対する独特なアプローチは、多くの人々に影響を与えている。今回の金髪ショートヘアもその一例であり、彼女のクリエイティブな精神が垣間見える。ナンバーアンダーラインアイの平野賞を参考にしたというその選択は、彼女のオープンな心と新しいことへの挑戦を恐れない姿勢を示している。一方、 小玉雄一氏とのコラボレーションも興味深い。彼の監督作品であるゴートのミュージックビデオはナンンバーアンダーアダラインアイのデビューを飾る重要な作品となった。このビデオがどのようにして作られたのか、その裏側には多くのストーリーがある。平野が小玉監督について本当に少年のような方でと表現したように、彼のクリエイティブなエネルギーがミュージックビデオに反映されている。また、 番組内で語られた他のエピソードも興味深い。二重と ELLY の再会や、増田隆久と二重の中学校の思い出大 CE の花村聡太と今市隆二、和田颯と直人との師弟関係など、これらの話はそれぞれのキャリアや人生の一部を垣間見せるものである。これらのエピソードは、彼らの成長や変化を物語っており、視聴者にとっても親近感を感じさせるものである。特に、 シーナリンゴと平野翔のエピソードは、彼女が常に新しいことに挑戦し続けている姿勢を象徴している。彼女の髪型の変化は一見単なるファッションの一部に見えるかもしれないが、その背後には深い意味がある。彼女のクリエイティブなアプローチは、彼女自身だけでなく、周囲の人々にも大きな影響を与えている。さらに、番組内でのゲスト同士の交流は、 エンターテインメント業界のつながりの深さを示している彼らのエピソードはそれぞれのキャリアや人生の一部を垣間見せるものであり視聴者にとっても親近感を感じさせるものであるこれらのエピソードは彼らの成長や変化を物語っておりエンターテインメント業界の多様性と活気を象徴しているこのような番組での交流やエピソードは視聴者にとっても大きな魅力となっている シーナリンゴや平野翔、他のゲストたちの話を通じて、彼らの人間性やクリエイティビティに触れることができるのは、非常に貴重な体験である。彼らのエピソードは、エンターテインメント業界の多様性と活気を象徴しており、視聴者にとっても大きなインスピレーションとなっている。最後に、この記事を通じて、読者に問いかけたいのは、あなた自身が新しいことに挑戦するとき、どのようなアプローチを取るかということです。 シーナリンゴのように、形から入ることで新しい世界が開けるかもしれません。また、あなた自身のクリエイティビティや挑戦する姿勢が、周囲の人々にも影響を与えることを忘れないでください。あなたの次の挑戦は何ですかその挑戦がどのようにしてあなた自身や周囲の人々を変えていくのか、ぜひ考えてみてください。シーナリンゴのエピソードを振り返ると、 彼女の挑戦する姿勢やクリエイティブなアプローチは、他のアーティストたちにも大きな影響を与えている。彼女が金髪ショートにした理由が平野章を意識したものであることは、彼女のオープンな心と新しいことへの挑戦を恐れない姿勢を示している。これは彼女のファッションセンスや音楽スタイルだけでなく、彼女の人生全体においても同様である。シーナリン檎は常に変化を求め、 自分自身を新しい形で表現することを恐れないその結果彼女のファンや周囲のアーティストたちにとっても大きなインスピレーションとなっているまたシーナリンゴと平野紫のエピソードから学べることは異なる世代やジャンルのアーティスト同士が交流することの重要性である彼らの交流を通じて新しいアイデアや視点が生まれそれがさらにクリエイティブな作品につながっていく これはエンターテインメント業界全体にも言えることであり異なるバックグラウンドや経験を持つアーティスト同士が協力し合うことでより多様で豊かな作品が生まれる例えば児玉雄一氏がナンバーアンダーラインアイのデビュー曲 GOAT のミュージックビデオを手掛けたこともその一例である彼のクリエイティブなアプローチがナンバーアンダーラインアイのデビューを鮮やかに彩りその成功に大きく貢献した 平野翔が小玉監督について、本当に少年のような方で、僕たちに目線を合わせてコミュニケーションを取ってくださったと語ったように、彼の人間性やコミュニケーション能力もまた、成功の要因となっている。